八王子市で子どもたちが参加する将棋大会が行われ、盤上で熱戦が繰り広げられました。大会は小学1年生から3年生の部と4年生から6年生の部、合わせて127人が参加し、トーナメント形式で行われました。将棋を覚えたてで戸惑う子や、大人顔負けの手を指す子など様々ですが、子どもたちの表情は真剣そのもの。竜で成銀取らなかったのが相手の負けのポイント。頭を使うところが楽しいです。高学年の部で優勝したのは6年生の千葉くん。地元八王子で育った羽生名人が目標だそうです。駒を動かして相手の玉を詰ましたり、あと張って、あと考えたりするところが面白いです。大会を主催するのは八王子市で、開催は今回が初めて。なぜ今将棋大会なのか、市長は、まあ、子どもたちが将棋を通じてね、日本の伝統文化というものを学んだり、自分でこの考えるっていうね、そんな力をその将棋によってね、学ぶ機会になるんじゃないかな。市長は子どもと同じぐらい、これから楽しみながらやりますよ。八王子市は今後も将棋大会を開くことにしていて、市長は1000人規模の大会を目指したいと話しています。